チャイナドラコハマタス交流丘は、ノトテニアアモクに属するとが、南極大陸と南米大陸の南の周辺の冷たい海域に分布する。南極海の水温は、摂氏マイナス1.8からプラス2.0度の間で、比較的安定している。現在交流丘には16種が確認されている。交流王は、魚食動物と考えられるが、オキアミも食す。交流王は、 待ち伏せ型の捕食者である。自身の体長の50%にもなる魚を捕食するが、それ以外の長い期間、接触せずに生存できる。高粒王は、最大で体長25の50センチメートルと記録されている。高粒王の血液は、無色透明である。これは、血液中に酸素を運搬する、タンパク質であるヘモグロビンがないためである。高粒王は、 生体になってもヘモグロビンを持たない唯一の脊椎動物として知られている。交流オにはヘモグロビンの遺伝子の痕跡が残されているが、ヘモグロビンを生産しない。ヘモグロビンはアルファサブユニットとベータサブユニットと呼ばれる2種類のサブユニットからなるが、交流オ科の16種中15種ではベータに関わる遺伝子が完全に消失し、アルファについても 部分的欠損が見られた。残りの一種にオープ型アプシスアイナは、他の種に比べ、遺伝子を多く残すが、いずれにせよヘモグロビン遺伝子は機能していない。ほぼすべての種類で赤血球を書いており、あったとしても少量の死骸である。酸素はヘモグロビンを介さず、結晶に溶解されて運ばれる。低い代謝と低温で酸素が溶解しやすい環境のため、 ヘモグロビンを持たないでも生存できる。しかしながら、酸素運搬能はヘモグロビンを持つものの10%以下である。酸素を筋肉中に貯蔵するタンパク質であるミオグロビンは、すべての交流王の骨格筋に存在しない。ただし、交流王化の十種では、心筋の特に心室にミオグロビンが見られる。交流王の心室の心筋におけるミオグロビンの遺伝子発現は、 少なくとも4つの別々の時代に分けて失われていったと考えられている。交流王には毛細血管を含む血管が大きく、血液量が多く、心臓が大きく、心拍質量が大きいと、ヘモグロビンの欠落を補うだけの様々な特徴が見られる。心臓には冠状動脈がないが、心室の筋肉がスポンジ状に発達し、 心臓を通過する血液から直接酸素を吸収できる。この心臓と太い血管と低粘度の血液によって血液は低血圧内流量となる。かつては鱗のない皮膚によって酸素が取り込まれていると考えられていた。しかし現在では皮膚から取り込まれる酸素量はエラから取り込まれる酸素量よりはるかに小さいことがわかっている。 わずかに皮膚から取り込まれた酸素は、静脈中の酸素を増やし、心臓に酸素を供給する役割の一部を担っている可能性がある。ヘモグロビンの欠落は、極寒の環境への適応と考えられてきた。しかしながら、最新の研究では、ヘモグロビンの欠落は適応的でないと考えられている。事実、交流王は、血液の循環に、 一般的な魚類の2倍にあたるエネルギーを費やすなど、生理学的にヘモグロビンの欠落を大胆に補っている。交流は素行を祖先に持つ。冷たく栄養豊富で酸素に富んだ南極海の海水は、たとえ効率の悪いヘモグロビンの内定代謝な種でも生き延びていける環境を提供した。第3期半ばに南極海で種が爆発し、様々な住み分けが発生した。 競争の少ない南極海では、ヘモグロビンを持たない適応に乏しい突然、変異体でも、住み分けられた環境の中で子孫を残し、その突然変異の欠点を補うための進化をすることが許された。また、後に、フィヨルドに、いくつかの種が生息した。こういった環境が、ミオグロビンの欠落も許した。ありがとうございます。